ご視聴ありがとうございます。皆さんお元気ですか？九州産地サバイバーの秀池です。日本の未来に明かりを灯そうと思って、このね、日本の、要は戦後ある意味こう自虐志願で、敗戦の後ってこう日本が悪いみたいな教育とか日本が悪いみたいなこう風潮っていうのが、もちろんその負けたことなんで敗戦したんで、しかるべき反省っていうのが必要だったんですけど、なんかあまりにもねちょっとなんか日本がねなんかこう魂が抜かれてしまったというか現在のとか、なんかそれこそ最近ビーズの稲葉さんボーカルのとサッカーのほら日本代表だった中田英寿さんが対談してる動画で、なんか外国とかね人たちこう行くことが多いのに聞かれてもなんかこう答えられないみたいな、答えることができることが少なくて、なんかそれでこう日本についてこうどんどん詳しくなろうとしていたみたいな感じの話をなんか対談でされてて、だから着物の着付けとかね、なんか今できないですけど、私もなんか剣道とか柔道とかやってたんで、なんか柔道の道着は和服って感じで、剣道とかね割と着物っぽい服なんで、あとなんか神社で氏子はなんかハッピーだけとかだったりするんですけど、なんかたまにこう受付とか何回か今までやったことがあって、そういう時はなんか袴というか神主さんが着るような服着てたんですよ。だからなんかそういうのはね着たことあるんですけど、だからなんかちょっとね、そういう誇りを持とうと思ったら、何か知らないと誇りって持てないっていうか、なんか何にも知らなくていきなり日本人であることが誇りだとは思う、こうだから誇りだみたいな誇りプライドというか持てるというか、そういうものなんで、ですね、今日はですねどちらかというと中間報告的な内容になるというか、なんかね、とにかくネタがいっぱいあって、面白いネタいっぱいあって、なかなか動画にできてなくて、で、なんかそれをなんか面白いなと思ってずっと調べてて、で、なんか、今まで出した動画とかにしても、結構ある程度のこう一定の結論みたいなのが見えてから出すようにしてたんですけど、なんかもう中間のところから出してて、で、またなんか、もしそのなんか明確に結果というか、結論みたいなのが出た時というのは、また改めてね、そこでこうちょっとお知らせするような形でも、なんか動画でもね、なんか同じ説明がこうちょっと変わったりとか、映像がちょっと変わってもなんかまた違って見えると思うんで、中間報告的なものがあって、その後にそのなんか結果というか、結果が見えてくる、結果に近づいたようななんかその古代なんでね、簡単にこう単純ななんか証拠があってポンってこうドンって結論ってことにはならないことが結構ねほとんどなんですけど、で今日はですね、その日本史の竹内睦弘先生、第73世竹内宿根としてですね、言い伝え、口伝をですね、正統竹内文書の言い伝えをなんかこうお伝えしている中で、日本人がピラミッドを作ったという説、作ったというか、要はいわゆるなんかエジプトのなんか建設大臣、なんかミケイリヌスというのが建設大臣みたいな役職、国土交通省の大臣みたいなかね、そういうふうにお伺いしてたんですけど、でこれがそのミケイリヌスがそういう役職で、で、日本のその神武天皇の兄弟に、ミケイリノミコト、竹内先生はですね、ミケイリノミコトって書いてあったミケイリの神と言ってる時が結構何度かあるというか、ミケイリの神ですね、ちょっとこの後にまた映像をちょっと引用してですね、私
公認切り抜きをやっている立場なんでその以前ちょっとあの切り抜き動画を作った時の映像があるんで、ちょっとそちらをちょっとこう引用させてもらってですね。でそのまあジムテの兄弟のミケリノミコトというのは子孫が三体さんって高千穂にあの高千穂神社があるところの地名が三体で、子孫に三体さんって人いるんですよ。であの高千穂町にいた三体氏はほとんど九州北部のこっち側というか山のこっち側に結構来ててですね、だからその、 あの三体さんのから聞いたんですけど、それは三谷さんって方、私あの2人お会いしたことあって、1人はなんかこう椎田県とかいうの、まあ、その方はもう高齢で亡くなったんですけど、もう1人の方はちょっとまあお会いしたのは結構前なんですけど、なんかやっぱりねポッと会った時になんかね豪族っぽいというかね、なんかねちょっとなんかやっぱなんか体格がいいですね、そういう人ってね基本的に。でなんかまあ、あのうさとかあのほら阿蘇の神官のこうね子孫の人も私の知り合いで、その2人はもう180超えてるんですけど、まあ、三谷さんは私の知ってるその三谷さんは そこまで高身長ではなかったんですけど、あのなんかすごいこうがっちりした感じ、なんか雰囲気 あって、でなんかそのまあ聞いてみたいです、高千穂 の, あの三谷ってあの三谷氏って知ってますかみたいな話聞いたら、なんかああもう子孫ですみたいな。でほとんどがこのなんか山のこっちが九州山地のこっち側になんかあの三谷さん三谷氏はなんかこう移ってきててみたいな話をしてて、でまあその日本人がピラミッドに関わったかというところの視点というか、そのミケリヌスですね、ミケリヌスっていう記述自体がそのアラビア語で、ちょっと今後確認できるかもわからないんですけど、アラビア語でちゃんとそういうなんかあの文章というか、なんかミケイリヌスが登場するものをちょっとアラビア語で確認って、ちょっとあのあれですよね、なんかそれもどこまで現実的なのか、なんか実用的なのかちょっと不明なんですけど、でなんかやっぱその他のいろんな資料とかネットで検索しても出てくるのがやっぱりその竹内先生があの話してたことを引用している方が、引用というか紹介している方がほとんどで、実際にそのエジプト側のピラミッド側の文章でミケリヌスって確認できた人は、まあ、今見た範囲ではですね、あの書かれてあるらしいとかそういうところまでは書いてるんですけど、明確にはその原文というかそっちはなんかあの出てきてないんで、だからあのまあ、いろいろ散々探したんですけど、なかなかこれがなんか本当 ないというか今のところ不明なんですけど、一つですね怪しいの、怪しいというか一つ可能性ありそうな、ちょっとこれ面白いなと思ったのが、まあもうギリシャに、あギリシャというかミケーネ文明というのがあってですね、ミケーネ文明というのはまたはミケない ミケない文明というのが、これは紀元前1600年頃、南下し、まあ、なんか南にギリシャから南に移った人たちの第一派とされるアカイア人によって、アルゴリス地方で起こった、で地中海交易によって発展したという説明がウィキペディアにありますけど、まああのクレタ島のミノア文明、なんかあのありますよね、有名なクレタ島ってね、でこれあれですね、それこそ考古学の我らがヒーロー英雄シュリーマンって知ってます、あのトロイの木馬の神話を昔から信じてて、本当に遺跡があるとかみんな持ってなかったんだけど、なんか探し合わせた超熱いあれですよね、シュリーマンになりたいみたいなねまあ、なんか ならなくてもなんかシュリーマンってやっぱすごい、なんでしょうか、かっこいい存在というか、なんかあのねシュリーマンが発掘した、あ発見したあのミケーネ文明ですね、ミケーネ文明というのがあるんですね。でこちらがやはりその石とかあのを使ったあの城壁とか門とかこういろいろ
出てきてて、これがまたすごいんですね。でこれがまたそのミケーネ文明自体があんまり記録がないというか、紀元前1600年だし、でなんか空白、文字の空白がある期間に入るらしいんですよ。これなんかミケーネ文明が始まったと後に、なんか海の民って聞いたことありますか？世界中をこう、まあなんか海賊じゃないですか、海の民ですね、海の民ってがここに入ってきて、でなんかそれでなんか徹底したこう暗黒時代というか、もう文字を使わなかった、使わせなかったかどうかちょっと分かんないですけど、海の民は海の民でまたあれなんですよ。だからやっぱそれ日本関係してるというか、日本のそのルーツの一つ、ね、いろんなあるルーツというか、なんか、まあ、ルーツとされるような説というか、海の民もそういうあれなんですけどね。今日なんか私竹内睦弘先生の遺品で海の民の本って、海の民の本をいただいてるやつがあるんですね。だからそれもちょっといつか皆さんにねお見せするというか、なんかちょっと紹介しようかなと思ってますけどね。なんかね、遺品なんで、ちょっとなんか恐れ多いですね。開けて読むとか、まだなんかこうね、こう見て、ああ、海の民って書いてある本があって、で、このミケーネ文明のことが分かったんですね。で、さっき話したミタイさんですね、子孫、そのミケーリの命の子孫のミタイさんの件。で、あともう一つは、ほら、エジプトのピラミッドと出雲大社のこれ内部構造が一致して、なんか時代がちょっとずれるんで、まあ、かといってそのミケーリヌスというのは、ミケーリノというのは、役職なんで、だからそのまあ歌舞伎のなんかね、第何代じゃないですけど、まあ、そういう感じで何人もねいらっしゃるというかね、とかね、だからそのまあもちろん時代がずれてもおかしなことではなくて、その役職だった方っていうのはね、その時代その時代でいた可能性があって。っていうのをね、ちょっとお伝えしたいというか、ずっと調べてはいますけどね、なかなかそれこそ今都知事ね、小池百合子都知事が、今選挙がね、新たにこう行われてますけどね、投票はまあこれからですけど、ね、エジプトとのつながりって。ここまでどんなもんだったんだ、なんかカイロ大学卒なのがね、なんかどうなのかみたいな、なんかいろいろあるみたいですけど、ちょっとね、本当はなんか有益にね、そこら辺がなんか、本当にそういうエジプトとのつながりとかいろいろね、あるんだら、なんか、もうちょっと有効に動いてくれたら、なんか、それだけでもありがたいですよね、なんか、まあ、ちょっといろいろね。まあ、ちょっとその選挙に関してはちょっとそこまでしときますけど、はい、じゃあそんなところで、まあ今はですね、これ切り抜きチャンネルに出した切り抜き動画なんですけど、これ公開してないやつというか、なんかまとめてみたら結構短かったんで、なんかそのなんか切り抜ける範囲というか、それに関してですね、だからちょっとそちらの方ですね、この後に入れておきますんで、ぜひご覧ください。はい、それでは。長曽根彦に。で、次の稲比の命は、白木国王の祖になっています。三毛の命っていうのは、ピラミッドみたいな古墳とか作るのに長けた人です。ミケーリヌスと言われてます。海外では。海外に行きましたから。聖刀竹内文書の謎から一部引用。
初代神武天皇の兄は三毛入野の神といい、彼は全国各地に今でいうところの人工の山ピラミッドを作っていた。三毛入野というのも世襲名で、当時の建設大臣にあたる。一方、エジプトのピラミッドを作った王はミケイリヌスと伝えられている。これは決して偶然ではない。